さあ今回はね、このバーバリアンで爆発するパンチを使ってそこのシナジー、新しい爆発物っていう効果範囲を広げるシナジーがあるので、それを使うことでその爆発がどんどん広がっていくんじゃないかなと。でこの効果範囲キャラいるんですけど、近接武器は使えないからこの爆発パンチがね使えないというとこで、まあ、このバーバリアンで行ってみようというところですね。スタート武器持ってないんでね、ちょっと違う武器を持ってます。まあ同じ形なんで売ればねそんだけでいけるかなっていうので、でとりあえず最初は出ないと思うんでね、なかなかレア度が最低でもある程度あるので、紫まずは運を上げたり、準備フェーズですね。最初は、金運で、いいかな。で、武器1個まで範囲が狭いから、どうでしょうか。キャラ的に破壊と拳で、でグレートアックスっていうね、一番大きい斧かな、分回す斧があるんですけど、それも爆発物シナジーになってて、まあ、つまりですね、その辺を今回使ってシナジー化したいと。ただ、取りたい武器2つしかないから、その点ですね、どんどん強くなっていくのが分かるんじゃないかなと思うんですけど、いやこんなのいいのよ。早く出てほしいね。遠距離武器出ない分、早く出るんじゃないかなとも思うんですけど。運金で確率上げて回す。これもうぐんぐんよ、これで。ただ、やられそう、ちょっと。範囲が欲しいね。強いんだけど。拳武器は基本的に強いんだけど、範囲がねっていう。爆発パンチ等は、範囲はまあ変わんないですけど、そんなに。後ろ側にね、攻撃が出てくれるんで、余波で殺せるからね、その点がいいんですけど。攻撃速度速いのに、あんまり殴れてない時あるから、ちょっともったいないよね。範囲取りましょう。レイピアとか行けば早いんですけどね。で攻撃速度は 50% 上がってますからね、この効果で。だこっちがマイナスでも別に気にすることはない。よし。さあただ爆発が来たら死にそう。あ、やばいやばい、そんないっぱい来ないで。もったいない。あ、爆発機と、そして。怖い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 。おお、危ない。あいつは予想円以上に飛んでくるんでね。警戒は必要です。今範囲足りてないから武器増やしたとして、破壊を増やすしかないかな。同じ拳増やしても結局届かないんじゃねっていう。拳なら 50% あるからね、全然ね、運とか言ってもいいから。あー、これ増やそっかな。範囲68。あ、まあ、いや、遅いわ。多少上がったし、増やすかなんか。多分、拳とほぼ変わんないんですよね、範囲が。だから多分、同じようなとこを殴る武器が増えるはずなんで。
何増やそうかなと。痛いよ。なんとかにあげたけど、これはしんどいな。さあ開けます。拳か、まあ、破壊系、まあ、拳いったな。どっちがいいかな。 DPS で言うと確か下の方が良くて、でこれ隣接するっていうのは今回のこの火星の場合ちょっと無意味というか不可能というか使えないから、ちょっと範囲を少しでも上げて、うん、じゃんじゃん攻めていいと思うんですね。まだまだ運、いやー攻撃を捨ててまで運、まあ、プラスなんで大丈夫です。で27で出てくれればね、爆発しないことには、そして範囲良くなった、これで戦える。範囲アイテムがね、まあコメントでもありましたけど、ちょっと少ないかなと。まあ、貫通が今3種類あるんで、で範囲は、まあ、そのまま上がるやつは3種類で、他を犠牲に上がるやつは1個あるけど、ちょっと不足感があるよねと。もうちょいバリエーション欲しいですよね。ちょっと危なかったな。そして範囲下げるやつもあるしね。お金増えて範囲下がるやつがあるから、範囲はなんかもっとね、次かな、バリエーションに期待したい。で今ちょっとやられそうだよな。ちょっと入れときますか、パンチ。いやでもこう黒を上げていく方がいいと思うんだよね。で50体のたびに一番、あれめっちゃ弱いじゃん、ゴミみたいな。あーこっちでいいや。でもこれをまるっと打って帰れば出るんで、よし。いらないいらない、あーいやいらない、いらないとする。よし、オッケー、いい。さあ、クローンは弱くなったのか、あれかな、レア度で変わるのかな。ブラッドダガーもね、変わってましたもんね、レア度で。12体で1だっけ、確か。なんかちょっと変わってたよね、一番上まで行くと。50、50、40、30、20みたいな感じか。45、40、30、めっちゃ弱いもんね。まあ、またレア度高いの見つけたら見るか。うん、弱い。範囲がしんどい。範囲もしんどいかな。範囲がしんどいかな。よし。あ、違う。これじゃない。これじゃないけど、これにしよっかな。0.42、0.75、あ、でも、これ早いんだよね。でも、雷のやつがあるから、いや、でもいいや、いいや。違うもので交換してもしょうがないね。うん、取りますか。いや、でも出るんだよな。形は違うけど。これ、まあ、いけそうですね。片鱗がもうだいぶ見えてまして、これお金がいるな、多分。回す回数だね、これは。今でもお金アイテムが出ないんですけど。お金アイテム、運下げるか、範囲下げるか、あるいはまあ、1マスずつしっかりやっていくか。
あの爆発ずっと来るな。出て出て。よしよしよし。レベルなしか。いやでも回せ回せ回せ。期待値は回さないとも出ないですからね。紫花とか出てるんで。あー、しきましょ。まず1個目爆発物。大丈夫、いける、死なないかな。まあ、一旦ちょっと制約もう1個入れるようにしよう。でここの爆発物っていうところで効果範囲 5%、これをね取っていかないといけなくて、で他の武器なかなかないんですよね。で魔法や遠距離に多いんで、だこのキャラで集めようとするとそこら辺の問題もありまして、今運53、いや今金がいるんだな、これ多分必要なのはねこれです。あれ、これも爆発物ですね。いやー、 いけるか。あ、しかも力か。あ、じゃあダメだ。破壊なら上がるんだけど、ちょっとまだ入れないかな。余裕がないとあれ入れられない。おーし。余裕生まれましたね。これ、まあ、最終的に入れるかどうかだね。だ次で、だここでまず普通状態見まして、その次でシナジー状態が見れると。これね、これ。こんなもんです。いや、これ広がんのかな、なんか爆発しているともなんか捉えらんないですけど、死にたくないよ。ナイス。めっちゃ弱いというか、なんかめっちゃ辛いですね。1234566、ここ開けて、あ、この上に置けばいいか。そしたら当たらないね。武器を減らしたら死ぬと思うね。これでとりあえずシナジーで 5% 上がります。第1段階と言えるところでしょう。下げすぎかな?ちょっと上げに行くか。まあ、だいぶ高いは高いんでね。でこれはもう交換案件なんで、イーグルタックス来てるのはわかるんだ。よし、ナイス。逆に弱くなりそうだよな、これ。短期的にね。長期的には別ですけど。これ、こんだけ出たんで、ちょっと運は、下方してもいいか。ちょっと減らして、行きやすく、お、よし。いいですね。ライフスティールにしようか。これ今んとこ、いやどうかな、売るのもなんか違うな。回避低すぎて、回避にもならないね。ちょっと、あーでも次10か。いやどうしよう。一旦売ろう。ダメージマイナス8、まあまあいけるはず。これは爆発動、3個。あーでも、そのよ、後ろの余波みたいなやつが、広がってんのか、多分そうだよね。ああ、より遠くまで爆発が届くみたいなことね。でさっき足めっちゃ遅かったんで、まあ、砂時計でも 5% しか変わらないですけど、多少逃げれるかな、これね。
ああ、でもすごいすごいすごい。これもっと広げるんでね。とりあえず。あいつ強えな。この爆発を食らって立っているとは。この死ね死ねラッシュを食らっても全然あいつやるね。いいライバルだ。ああ、うん、倒した最後どうかな。で、あともうここね、つなげらんないからよそに入れないといけなくて、まあ、こことかにしようかな。ここ、ああ、そうか、そこダメか。じゃあ左に持っていきましょうか。いろいろね。で、この武器を9個9個入れないといけないんで、ちょっとつらめですね。で、範囲なんか他のにしてほしい、マジで出てほしい。で、グレタクちょっと待っててもらって、でかいし。出るは出るんでね、めっちゃね。まあ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 、運はなんか十分そう。ほら、どうしような。ここをつなげたくないから、これを独立させないといけなくて、行けてこいよ。まあここの隣接する分にはいいのか。何を売る、これはロックでいいかちょっと入らせれる気配がしないね。あ、今そうか、再生使ったのか。さあ、とりあえずここは進めましょう。だいぶ集まっていますね。でも1個すれば増えたのかな。ヒットが近い方が見やすいか。これさらに広がるんですよね。どういう風に広がるの、これは。より奥に行くのか、それを中心に円の形ででかくなるのかだよね、多分。円の形っぽいかな。で、雷パンチとかもね、この感じ影響しそうな気するんだけどな。だ、爆発物がついてないものでも影響するものはあるので、必ずしもこれがないからシナジーの効果を受けられないっていうのはないので、ちょっと雷パンチ1個やってもいいかもしれない。そこはお好きにですね。とりあえず動かして、で、こうですね。じゃあここしっかりカバーして、ゲルタックスはもう何度も何度も顔出してくれてるんで、最後にもうなんか、まあ、まあでもこれ9個集めないととりあえずね、いけないんですから、そこを目標としつつ、だ最後9個集まった時に入れ替えるっていう方法ならシナジーも下がらないから、狙いはそこかな。異様に出るんでね、にしても。一回雷パンチ試したいな。同時にロックするか、なんか方法を取らないと。範囲捨てるか。バレルコーラも捨てるか。ちょっと雷パンチ試してみます。試したくてしょうがないんで。あ、経験値とお金ね。範囲でも低いからな。これ行きまして、これで、この爆発稲妻ね。大きさのイメージあるんですよ。てか、効果範囲今まで上がんなかったから、今までと違えばいいんでしょ。どうかな。あ、でもあんま変わってる感しない。爆発は爆発なのかな。火にまつわらないとダメなんですかね。となるとグレタックスは変わらないってなっちゃうんだけど、
範囲内と釣れ。いていて。雷は売りますか。爆発の方はありそうだけど、雷の方はあるとは思えないですかね。あんなもんだったとも思うんだよな。ちょっと取れないかな。とりあえずこれで、25% アップしてます。これもね、そんな広がってるかっていうと、やっぱ奥側に飛んでんのか。円じゃないな、円説を考えてたけど、これはやっぱ広がってますね。だ1個目との比較をね、見れば一目瞭然だと思うんですけど、これがこの新爆発パンチ。前はノックバックだったのがこれになったんだよね、爆発物。まだまだ上がるからマックス 40% か。 40% って聞くとなんかあんまり高く見えないんですけど、めちゃくちゃね、よく見えますよね。お、どうしようかな。いやー、交換範囲捨て、お金捨て、生命力捨ていくか。2マス、ライフスティールいったらでも、いや、21万ならいいや。これで今、30%。範囲が1個に収束できたらこれいられるんですけど、こうします。範囲欲しいなあ。まだ出るね。まあでもまだ出るってことは逆に言うと取らなくてもいいってことで、あと2つなんでね、ちょっと他のとこも行きましょうよと。偏りがすごいね今ね。グレートアックスを入れるようにも考えたいから、ちょっと範囲勘弁してほしい。マジでエリートでも何でもいいからもう出てきてくんないかな。途中で運上げなくなったとはいえね、青もあるでしょ。爆発すごい楽しいよこれ。シナジーのオンオフができたらね、もっと分かりやすいと思うんですけど、この爆発に関しては大砲とかの方が圧倒的に違いが分かりやすかったと思うね。数が多いからすごく見えるよりもねなってるし、今単純に。さあまた出るかな。いらないかな。もう堅実に行きましょう。お、ナイス範囲、よし助かった。これ1個でも死ぬほど変わりますね。ようやくですよ。どうしよう、足、まあまだいいか。あと2つでしょ。まあ14なんですよ。合体っててもあったけどね。まあまあまあ。とりあえずあれば OK かな。ダメージこれ上げれるよね。16%。お、
交換しましょう。いや、めっちゃ出るね。オッケーオッケー。これ気にしなくてもいいね。呼んでなくても出るんで。お、で、範囲は、ちょっとこれ交換でいきますか。ちょ、クオリティアップ。50、ちょっとこのままにしましょうか。これ売りたいですけど、まあ、そこまでは行ってないのかなと。全赤化完成で。よし、わざわざ合成しなくてよかったですね。買って。よし、あと2つ。一気に入れたいね。やるなら。一気に入れた方が恩恵が得られそうだけど、まあ、そんなに出る、まあ、出るっちゃ出ると思うね。ほらほら、爆発しろ、爆発しろ。自分が見えない。自分を起点にすごい爆発するから。スライム、この赤スライムめっちゃ出てくるから、それプチって潰せる感じ。これ最高ですね。ボスに対してはね、多分強くないと思う、別に。あんま影響ないと思うしね。グレータックス、あと爆発1個とグレータックス1個か。そういえば。入れてみようかな、グレータックス。なんかあんまり記憶にないんで、なんか回転してたな、くらいなんで。何が変わるのかわかんないけど。爆発なんか起こしたっけ？なんかイメージが全くわからないですね。どこをこう、そして。ここが笛、不可侵ゾーンで、ここ、下、下かな。右側、左側か。広げて。こう行って下。ああ、そういう感じでいいか。ちょっと取れたら、あ、まずそこに入る感じかな。ああ、今邪魔か。もう一個左に行かないと。赤、ここ周りだね。隣接しちゃう気がするけど。ここを隣接させたくないから、向き変えて、あ、行ったんじゃない、これで、ね。45% の確率で旋風するで、これ効果範囲上がるで、今8ですね。もう1個入れたかったけど無理ですね。それとりあえずなしとして、回避今、マイナス12。気にするレベルないな。まずグレタックス入りました。あとパンチか、もうワングレタックスでもいいですけど、まあどちらか入れればよくて、まあ、まあ増やせんか。ちょっと下げてもいいかな。敵数増やしてね。殺せると思うんです。お、いいじゃない、いいじゃない。いいもの持っておきましょう。で、なんか来い。ダメージ来い。攻撃速度ね。よし、これロックして。完成じゃないですか。いやね、早めに完成するとね、楽しいんですよね。あー、でかいわ。でか、こんなでかくなかった、絶対。やっぱそういうことね。はいはい。あ、これすごいな。40% なんで、まあ、めちゃくちゃでかくならないっていうのが、ありました。まあ、前回の50前提でありながら40上がってたんで、そこと比べちゃうとやっぱり、ね、ちょっと、求めすぎかなと思っちゃうんですけど、まあ、でもでかいですからね。武器めっちゃ集めないといけないから、まあ、でもこれ1個 10% だったらでも強すぎると思うんで、5% ってなんかいい塩梅というか、7% とかなんかね、その辺でもいいと思う。 10% だとめっちゃ強いよね。 10% でもいいと思うんだよな。でそれと多分あの魔法使い合わせるとゲームバグりそうですけどね。その辺の兼ね合いがあるのかな。分かりました、どんな感じか。分かったのでどうしよっかな。まあ取っとくか。
もう売ってもいいんですけどね。さあ、最大の40%プラスです。これ以上はもうない。そういうとこまで来ましたね。ダメージか。35、35%アップ。無理かな。紫もなくて、範囲ですね。ちょっと範囲を少しでも取って。これ爆発物じゃないんですもんね。ならよかったんですけど。ちょっと範囲を取ってね。取るべきものはもう、でもないですかね。ないっすね。それが欲しい、とりあえず。広げるだけ広げて。エリート爆殺したいんで、エリート枠だけ沸かしてね。これ両方いけるんじゃないかな。アイテムの入り方の問題かな。よし。お、ワイルド、いやでもワイルドカード何かある面白いこと試してみますか。エーリークリティカル。ちょっと。AD シナジーが発生する。2%クリティカルいらないです。パンチ。まあでももういいかな。十分な気がするな。いきます。バーっと。グレートアックスがね、効果範囲50%あるやつで使えたらもっとでかいんだよね、多分。敵数をめっちゃ増やしてみてますけども、あとまあスーパークリティカルとかその辺でも入れようかな。まあでもダメージあんま上げずにね この狩る能力あるんで強いと思いますね。ちょっとこの戦い終わった後に普通はどうだったのかってやっぱ見とかないと、この最高の状態から見ることによってイメージがつくと思うんですよね。初期武器グレタックスがいたかどうかはちょっと分かんないですけど、爆発パンチの方はいるんで、そこはね把握できます。四隅に置いとくか 意味は別にないけど、何をどうしようかな今。別に何もいらないというか、追加で敵数でも増やそうかなくらいの。まあライフスティールダメージアップが来たらそこだけなんとか入れようかな。パンチね、もういらないと思うんですよね。なんかこっから何かが変わるイメージはしないですね。あれはハンマー試そうか。そういえばこれ爆発じゃないのかな。範囲ダメージありましたね。ちょっと見たいの次入れれるかな。ちょっと今回でカバン開けもできたらいいですけど、経験値50なんだね。これないと、めっちゃ低いわ まあそりゃこんだけ武器あればそうか。金144%あるから多少打って、ここでハンマー来たらロックしてもいいですけど、まあ簡単に来るもんじゃないね。いや、ハンマーの叩きつけるときのエフェクトって範囲っぽいかな。なんかあると思うんだよな。いや、このグレタックス、あと2個くらい追加したら、全部がいい感じに回って、まあ45%なんでね、縦になるんじゃないかなって思うんだけど。
最初の爆発と比べると全然違うね。スタートの爆発なんてもう、あれ起きてんのかなくらいの。強風かなみたいな感じだったので、それと比べればもうだいぶ大きいのは一目瞭然で、目を使わなくても分かりますね。さあさあさあ、足の速さ今 51%、 ダメージにしたら、100か。大した量じゃないですね。やっぱこれハンマー入れるべきか。今一瞬ありましたけど、クオリティは求めたいね。ちょっと次、ちょっとできる限りレベル最後上がるようにして。青か、青でもいいんですけど、ちょっとロックしましょうか。まあまだね、引けますから。いいとして、いや、これはいらないかな。敵数増やし経験値、次もう一回青出たらもうそれでいいや。消去法的なね感じで、こうだこうだで162ダメージ314、まあでもそんな変わんないかな。売ろうか別に。アイテムがね、これ構造的に入りづらく、アイテムの数で上がるんですけど、あ、これアイテム1個につき 1% ってことか。あ、じゃあ200個入れたら 200% ってことね。あ、じゃあ、そうか。パーセント方式なんだ。綺麗に並べたいから売りますか、稼は。スーパークリティカルとか、ライス、おお、やばいやばいやばい。何を食らってるのかよく分かんないんですけど、遠距離攻撃かな。まあ、敵が多いんでね、だいぶ敵の攻撃やばいですね、これね。レベル稼がないといけないんだ。やばいやばい。雑魚の遠距離がエグすぎる。あ、でもこのまんま周りに寄せれないときは爆発パンチの方が美味しいですね。まあ売ることはしないですけどね。それでとりあえずこれをなしとして一旦整理しましょう。パンチをただ並べるだけですね。あ、いいじゃんいいじゃん、めっちゃ綺麗だね。いや、こっちの方がいいわ。グレタックスだけどうしようかな。めっちゃ苦戦してたんで、ちょっとポーションベルト入れて、肩集めして、もういらないかな。よし、いいね。左上なんかゴミ箱みたいなもんですねよし、まだ入るんじゃないこれ。爆弾銃とじゃあ一緒だもんね。敵多いよなちょっと売るか。いや、でもハンマーにしたい。これちょっとハンマーもあり、ハンマーの方がいいでちょっと考えて。でハンマーってちょっと形がね結構トリッキーなんで、コンかな。よし、あ、でも青でもいい、全然入れます。もうこれ入れないと。で4からの横4、4からの横1、こう全部ガーっていけば
4からの横4、こうだね。よし。で、見れるかな、ちょっと。売るか。いや、武器が多分多すぎたら分かりづらいと思うので、こんなもんかな？これは大丈夫。これ爆発じゃないかな。これなんかあんま、叩くとかだもんね。叩くにもしかしたらあるかなくらいの。意味はないですけど、バナーにしてね。あとは武器の進化とかそんなもんかな、狙うのは。ライスラー、いきますか、ダメージ。何売ろっかな。まあ、せっかくなら貯めちゃった方が面白いよね。今、拳が9個で、これ10個、11個武器あると。1範囲。これいらないか。待って、これもいらないよ、そういえば。めっちゃいらないもありましたね。よし。で、良くなった。敵数なんかずっとちょい多い感じで進めてまして。欲しいものはなかなかないな。まあ今更遅いようなアイテムもあるからね。アライステラーとりあえず入れて。まあまあまあ、こんなもんでしょう。見れるかな。これ別にいらないか。経験値マイナス3%ダメージ。回せます、最後にドン。なるほど。いきますか。さあ、このグレートハンマーが一応叩きつけた時に範囲ダメージがあるんで、見れるかな。まあ見れると思いますけど。遠い。あれ変わんないか。変わんないな。いやー、なかなか倒せないね。やるね。どこ行った？これか。よし。激戦。ここのダメージは低かったですね。で、ちょっと最後に、まずシンギラで。一番わかりやすい味方ですね。シングルス弱くなったのかな？稼が。前までパーセントだったのかな？さあ、これこんなもんで。やっぱ全然違ったと思うんですね。起点は多分同じだと思うんですけど、奥に行くこのエフェクトみたいな。全体的な大きさが変わってたと。で、もう片方のデカ槍に関しては多分誰も持ってないかな。ハルバードどんなんだっけ？ちょっと最後にハルバードから行ってみようか。あ、みんな持ってんだね。誰がいいかな？ゴーレムにするか。ゴーレムハルバード。で、そのまま出せればいいんですけど。ああ、だ、それか。この回転が基本だったのがグリタックスみたいな感じだよね。で、ちょっとキングにしましょう。キングならすぐ出るかなと、ちょっと思うので。大きくなってたと思うんだけど、グレタックスの方が、なんかね、確証がないというか。まあ、っていうのも、あんま使わないっていうのがね。でかいし。
ちょっと上がんなかった。で、序盤から出せるとしたらこいつの方があり得ると思うんで、でも可能性としてのキャラクターですね。サグレタックス出会えたので行ってみましょうか。ああ、やっぱ全然違いますね。かわいいわ。全然もう、使えないもん、こんなんじゃ。さあ、これが爆発物による効果で40%アップの上限ですね。での、爆発パンチと、激デカ王のグレタックスとパワーフィストですね。武器いっぱい集めないといけないから、6マスと9マス。行かれてると思うんですけど、集めるにしてはやるとすると、なんかでも近接がメインのやつじゃないと多分出ないと思うんで、結構難しそうですよね。キングちょっと苦戦してまして、出すまでカバンが開く。スカラーとかで、スカラーならあれも別に何かいい、とりわけいいとかないか。武器が合うほど強くなるキャラって、まあ一応いなくはないんですけど、完全にはね。デュエリストとか一応、まあクリティカル1%。たった1%かって感じですけど。か、キングならティア4なら10個集めればめっちゃ強くなるんで、120%とか。そこかなっていう。まあ、キングの方が出しづらいのはあるんですけどね。近接だけの方が絶対出るから、遠距離武器出ない。魔法と射撃が全部出ないんで。確率論で言うとこっちの方が集めやすいですよね。ただこのね、範囲、シャーマンで見ましたし、シャーマンでない武器を今回見ていきましたけど、これは一つの大きな、ね、可能性ですね。だ、爆発物系の武器が増えたりすれば、そこともシナジーになるでしょうし、今んところは、ね、使える武器がなんか変わってるというか、なんか、イメージ通りじゃないっていうのもあるし、なんかシンプルにもっと爆弾みたいな武器が出たら分かりやすいんですけど、まあ氷のアイスワンドでしょ？で、フレームワンド、これ爆発物で、でユニーク武器のナイトオペラが爆発なのは全然分かるんで、あと、大砲ね。いや、ここはイメージ通りなんですけど、なんかちょっとね、概念的にふわふわしてますよね。グレタックスとか全然分かんないし。ザ・爆弾って感じは、爆発って感じは3つだけですね、武器としては。あとはなんか効果があるのかちょっと怪しい くらいのものもあると。